こんにちは、パピーザースの崎です。今回紹介するのが、まずグリーントライプと言われる商品になります。トライプっていうのは草食動物、羊や牛、反数動物の胃袋のことを、トライプっていうんですね。この、胃袋を、全く加熱しないで、フリーズドライにした、商品になります。とにかく食いつきがいい、お腹にいい、お腹の健康にいいということですね。草食動物の胃袋っていうのは、なんで食いつきがいいのかっていうと、皆さんこう野生の動物思い浮かべてください。肉食動物なんかを思い浮かべてもらうと、捕らえた獲物まずどこから食べるかって言ったら、やっぱお腹の部分から食べていくんですよね。内臓っていうのは非常に栄養価も高いですし、本能的に美味しいっていうところを求めて、そこからやっぱりガブッと食いついていくっていうことで、もともとその胃袋なんかも食いつきがいいものになっております。お腹の中でその草っていうのが発酵されるんですよね。それによって、こう乳酸菌なんかがたっぷり入っておりますので、食べたワンちゃんのお腹が健康になっていくということですね。そもそも、どんな子にでもぜひとも与えてほしいなと思う商品なんですけれども、もしお悩みを抱えている子なんかであれば、もちろん食べないお悩みであるとか、あとはお腹が緩い、もしくは便秘気味とかいうワンちゃんなんかには非常におすすめかなと思います。これの使い方なんですけれども、これをこのままおやつとしてあげていただくのも結構です。あとはフードのトッピングなんかも使っていただくのも、いいかと思います。でその場合は普通にフリーズドライの状態なんで、粉にして、フードに振りかけるのもよしですね。少しお水で戻していただくと生の状態に戻りますので、フードにかけて食べさせていただくっていうのもありやと思います。であとは単純に水分摂取としても非常にこれ役立つので、もし水を飲まないっていうお悩みの方ですね、飲んでほしい量のお水、だいたい37度以下ぐらいのぬるま湯がいいかなと思いますけれども、入れていただいて水分多めのものをそのまま与えていただくとなると、結構食いつきもよく、ガンガン水も飲んでくれると思うので、水分摂取としても非常におすすめです。本当あらかたで結構です。これぐらい、粗めに砕いていただいて、ここにぬるま湯を加えていきます。そうするとふにゃふにゃの状態になりますので、これをご飯にかけて食べさせてあげます。メリットはお伝えしましたので、デメリットだけ言っておきます。強烈に臭いです。ビビるぐらい臭いですよ。お部屋の中も結構匂うと思いますので、そこだけはちょっと唯一デメリットになります。ただこの臭い匂いがワンちゃんが大好きな匂いなんですね。作る人間側としてはちょっと抵抗がもしかしたらあるかと思います。ただもうワンちゃんのその食いつきとか喜んでる姿を見て、食べさせ続けたいなと思われる飼い主さんが多分非常に多いんやと思います。一番これが売れてる商品のようですので、ぜひとも一度お試しください。試しやすい、7g サイズのものなんかもありますので、一応参考までにお値段、この 7g の小さいお試しサイズっていうのが税込みで297円で、こちらの大きいサイズ、緑色がラムのグリーントライプ、青色がビーフのグリーントライプ、 200g で税込み4356円、両方値段は一緒です。 250g ですけれども同じ4356円になります。続いてご紹介する商品は同じ K9 のサプリメントになります。両方オメガ3系のオイルになります。こちらの方はスキン&コートと言われるものですね。皮膚と紐の健康を維持させてくれるオイルになります。こちらの方が、同じオメガ3系のオイルでも名前は3メガ、老化防止であったりとか健康維持させたいなと思われる患者さんはこちらをおすすめします。プッシュ式になってるっていうのが非常に使いやすいんですよね。簡単にご飯の上にピュッピュッとかけていただくだけで使えますので、非常にこれが使いやすいです。お値段自体が両方同じ 150ml 入りで税込み2090円、価格も手頃で使いやすいものになっております。それでは今回は K9 のグリーントライプとオイルのサプリメントご紹介してきました。今回の動画参考になったっていう方は高評価ボタン、あとはチャンネル登録、あとはインスタグラムの URL はまた概要欄に貼っておりますので、そちらの方からもフォローをお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。